皆さんおはようございます。おはようございます。いよいよ94回まで来ました。で、100回を一応区切りにしてアンクル・トムズ・ケビンを終わりにして、それを踏まえた上で平和、世界の平和と密接に関わるいろいろな問題をこのトムの物語を踏まえて始める予定です。で、その100回を超えた初めての、あれは、企画って言いますか、リンカーンをこの南北戦争を指導したリンカーン、南北戦争が終わった年に暗殺された、リンカーンをやります。そして南北戦争の最大の激戦地はゲチスバーグの戦いですけれども、そのゲチスバーグの戦いのところ、場所を、国立の、墓地に、するという、その式典に出た時に、そのリンカーンが、演説の中で述べた有名な言葉、人民による人民のための政治っていう言葉、それは実は日本国憲法の全文の中にそれが流れ込んでおります。そういうところへ話を進めていくつもりであります。で、この絵はその奴隷を、逃げる奴隷をその追いかけるように訓練をされた獰猛な犬であります。それから、ここでは蛇のように卑しい、そして悪魔のように、恐ろしい、その、新しい、主人のレグリーという男が登場いたします。そして40代の品のいい背の高い黒人奴隷が登場いたします。そして魂までは売らない、魂は私のものだって言って、その、主人に抵抗したトムは殴られて、そして死んでいきます。大きなそういうその場面に、差し掛かりました。で、ここで皆さんに私は訴えたいことは、人生100年時代に入ります。で、私は78で、自分のことで恐縮ですけれども、90まで私は走る覚悟で今トレーニングしておりますけれども、人生100年の時代を迎えて、それで認知症の時代になって、まもなく700万人が認知症、そして認知症1000万人の時代、それがどんどん加速します。で、幽霊のように頭の中がそのモヤモヤしてした状態で100年まで生きてもあまり意味がないんじゃないですか。で、人間らしく100年まで生きる、それは私は心の栄養だというふうに思います。で、心の栄養っていうのはやっぱり若い時からに知識を、蓄えて豊かにしていかないと、私はそれは実現できない。今この私が受け持っているその授業は、そういうことに少しでも役立てばというふうに思っております。今日の話をですから、そういう意味で今日94回ですけれども、ぜひ舞さんが作ってくれたこれをレジュメを読んでいただきたいというふうに思います。
フンが死ぬんですけれども、あの美少女エヴァ、白人の美少女、金髪の美少女エヴァ、これが、ミシシッピ川を南へと、あの自分の家に、あの旅をする途中で川に落ちます。それを飛び込んで助けたのが、あのアンクルトムでした。でトムは、あのケンタッキーから南のその州に、あの売られていく途中で、ありました。それで川に飛び込んで、あのエヴァを助けたことが縁になって、その金髪の美少女エヴァは自分の、父親にですね、あのトムを買ってください、うちで買ってくださいと言って、じゃあお前の望みならばということでですね、あの父親のオーガスティンは、トムを買いました。で、トムはあのケンタッキーの故郷へ帰ることを夢見ながら、それでもそのエヴァとオーガスティンの屋敷で、あの充実した日を過ごすんですけれども、父親のエヴァの父親のオーガスティンは、あの喧嘩に巻き込まれて刺されて、あの死にます。そしてその、オーガスティンの妻、あの金髪の美少女エヴァのお母さんが、あのいるわけですけれども、この実際の小説の中では、あのオーガスティンと妻はあまりそのいい夫婦関係ではなかったようです。ドロドロしたことが小説の中では、あの書かれております。それでオーガスティンが死に、エヴァが死んで、そしてこの妻は、あの約束を守らないでトムを銃にするという約束を守りませんでした。そしてその、オーガスティン、エヴァ、この、一族のその、非常に農場は経営が悪くなって、あの人々はまた別の農場主に、あの売られることになりました。今日の場面はそのことなんですけれども、このオーガスティンの屋敷にいた奴隷たちはまとめて、あの売られることに、あのなりました。それで、あの奴隷市場で台の上に立たされて、その生きたもの、品物として競りにかけられまして、それで品物のように売られている。それでそれを買ったのが新しい主人が、あのレグリーという、この大変癒やしい男として描かれて、おります。あの右側にあのいるのが、あのレグリーという男で、あの蛇のように、そして悪魔のようにっていうふうに、あの描かれております。それで売られた人々の中に、あの若い美しい、あの女性が、あのおりました。でエメリンというその女性ですけれども、この、癒やしレグリーは、あのお前は私の奥さんにするんだからということで、あの特別な部屋に、あの、入れたりします。そうするとそこには、実際の小説では、あのこの屋敷にいた奥さんとそのいろんな衝突だし、とかですね、あのドロドロとした、あの男と女のそういうことが描かれるわけですけれども、あのこのその若い、あの、エメリンはですね、エメリンは、あの蛇の沼を通っても私は逃げたいというふうに、あの決意いたします。そしてその一緒に売られた奴隷 の中に、あのキャシーという、まあ、40代 あの品のいい黒人奴隷が来て、これがエメリーを、あの、エメリーを助けようと、あのいたします。そしてこの、レグリーというこの癒やしい男は、あのトムを非常に憎みます。トムは私の魂、心まではあのどうしても売らないんだっていうことで、あなたのものにはならないっていうことで、
ま殺される分身でしまうわけであります。そしてこのレグリーの綿の農場主ですけれども、レグリーの屋敷には昔殺された黒人の女の泣く声が聞こえる一角の部屋があって、迷信でしょうけれども、このレグリーはその幽霊に怯えておりました。そして変な形で妻にされようとしているエメリンとその、キャシーは逃げ出します。で実際は逃げたふりをしてこの幽霊の部屋に隠れるわけです。でこの幽霊の出るっていう部屋にはこの、レグリーは近づこうとしませんでした。そういうことでですね、このエメリンとキャシーはどさくさに紛れて逃げることができます。そしてそういう時にこの卑しいレグリーの前に一人の若者が現れます。でそれはケンタッキーでアンクル・トムが前に仕えていた主人の、息子でありました。そして事実を知ってですね、息子はレガシーを激しく殴り倒します。そういうこの物語が展開していきます。5分前だよね。それでこの小説を理解するために1分ぐらいでお話ししますが、この首都夫人はアメリカの首都ボス、アメリカの首都の奴隷制の反対を貫く奴隷制反対の新聞、国民時代という新聞に連載を始めました。そして1年連載をして、そして単行本に出したら、前にもお話ししたように大変な環境を巻き起こして、アメリカの歴史の上で初めて100万部のベストセラーになりました。それで首藤夫人の狙い、ここで描かれているようにその黒人を生きた品物として扱って、そして黒人の女性の奴隷をそういう白人のその性的な欲望の対象にしてひどい目に遭わせるという、そういうその描き方で、黒人奴隷の中でも聖書を手放さず気高い心の人たちが黒人の中にもいっぱいいる、北部と南部のそういう構造の中でそういうことを描いて、それでそれが社会的な背景、世論となって黒人を奴隷として扱うことに対する大きな批判を巻き起こして、そしてこの本が出された何年か後に南北戦争が起きました。でリンカーンはその南北戦争を主導して、北部と南部が別々の国に分裂することを救ったわけであります。民主主義とは何か、そして平和を守るためには何が必要なのかっていうことを理解する上で非常に重要な